ずっと乾パンと当選品のみしか口にしていけない畑一歩の当選品生活。これから黒田くんに当選品が届いてるってことをサプライズで報告しようと思います。ちなみに今漫才の稽古中です。ではやっていきたいと思います。黒田くん、はい、当選に届いてます。なんだよこのタイミングで。本番前でネタ稽古中でしたけれども当選に届いてます。届いとっちゃね、はい、もうゴールまで近いですから、うん、何が来てももう OK です。そっか、残り6000円ですからね、はい、もうゴール間近ですよ。そうですね、素晴らしい。ここで当選員開封する？いやいいよ。大丈夫？うん、大丈夫です。分かった。じゃあ早速開封していきたいと思います。家帰ったらね。はい、どうも、朝焼企画に所属するお笑いコンビ、畑一歩と申します。よろしくお願いいたします。お手の横にいるのが、木下で、お手が、黒田くんです。過酷の極北。はい、ということで始まりましたけれども、はい、先ほど、青空の下、当選報告させていただいたんですけれども、気づいてた？当選報告されるってこと。気づくか。そっか。気づくわけない。僕たちはですね、焼き屋書房の月刊誌検証ナビにてですね、連載を持っております検証芸人でございまして、これで人生の当選総額おいくらですか？161万円相当です。ホケアッパー2回目。そしてね、黒田くんのみなんですけれども、現在裸一行の当選品生活3検証リベンジャーズをやっておりまして、絶対に水と乾パンと当選品しか食べてはいけない生活の48日目を迎えているといった状態でございます、はい、そしてね、ゴールがね3万円なんですけれども、そのゴールの3万円まで残りおいくらになってるんですか？6000円です。もうゴール目の前だよ。そうね。ってことはさ、もしかしたら今日の当選品でゴールってことも全然あり得るってことですからね。全然もう範囲内です。じゃあ早速見ていきますか。うん、では今日はどんな当選品が届いたでしょう。そして果たして黒田くんは今日ゴールを迎えるのでしょうか。では行ってみましょう。どうぞ。いや黒田くん、目の前に当選品がございます、うん、では運命の目隠しオープン。でかい。とにかくでかい。でかいです。これは期待できますよね。できるね。まずこれから予想できるにどういうものですか？これはもう冷たいやつですよ。お、冷凍とか冷蔵系です。この発泡スチロールは。でかい冷たいものって言ったらレディーボー限定だぞ。レディーボー大きいです。レディーボー大きいやろ。まんま開けたらレディーボーの中身、中身だぞ。ぎゅうぎゅうに詰まってるっていう。直で入れないでしょアイス。え、クレタ何て予想するこれ？カニとかなんかそんくらいのデカさ。そうだね、カニのデカさだよ。あの北海道じゃないね、ロシアのカニかも。でかいも超でかいも。ロシアのカニ、足がしっかり。ロシアの海底のカニかも。ロシアの海底のカニ応募した。じゃあちょっとね、ロシアの海底のカニとご対面したいと思います、はい、では開けてください。せーの、こちらです。天然カンパチ。はい、イサキ、アカカマス、シマアジ、魚、天国。はい、天国ってことで当選して届いてます。当選おめでとうございます。この度は千葉テレモーニングコンパス早起きはさんちゃんがお得にご応募いただきありがとうございました。お魚セットお送りいたします。いやすごいですね本当に。実際お魚の紹介もね届いておりまして、で嬉しいよねこういうのって。対馬産のイサキ、食べ方いろいろありまして人気の魚です。定番の塩焼きから煮付け、ムニエル、アクアパッツァや炙ってのお作りなど食べ方は豊富です。ぜひいろいろな食べ方にトライしてみてください。天然のカンパチです。ショッコと呼ばれる子供サイズですが、でかいよこれ。子供サイズだろこれ。カンパチは小さくてもしっかりカンパチらしい味があります。秋に旬を迎えます。刺身でぜひ、わさびでもいいですが柚子胡椒もよく合います。うまそうだね。続いて赤カマス。よく出回るカマスの正式名称は赤カマス。今が旬です。塩焼きはもちろん最高ですし鮮度いいので刺身もできます。
皮の裏に油とうまさがあるので、うん、3枚におろしたら皮をさっと炙って焼き霜作りがおすすめです。あ、うまそう。塩とわさびで食べるとうまさが際立ちます。続いて天然島味。大体スーパーや魚屋で売っているのは養殖島味が大半ですが、こちらは天然の島味です。天然の島味は出回ることが少ないので、ぜひお試しください。お試しくださいって言って皮の引き方が難しいので、うん、YouTube に載ってますので見てトライしてくださいって。なるほど。へー。オークションなどへの出品販売などの行為は禁止しておりますって、うん、ごめんなさい、やるタイプなんですこれ。やんないわ。え、どうですかこちらの魚、気になる魚とかありますか？カンパチ、しっかりした子供やなこれ。そうだね、うん、しっかりした子供やなこれ。そうだね、うん、結構高級なんじゃない？高級だと思います。ついにここまで来た。刺身が食えるようになった、うん、当選品生活でえぐ。はい、ということでこんな感じでちょっと横にして見せてみて。今度逆ですね。うわ、立派な、かわいいね。僕ら福岡出身なんでね、僕らの実家に近いところを泳いでたってことですからね。九州ですね、うん、キャンペーン情報はどうだったんですか？これはあの千葉テレでやってる朝の情報番組のモーニングコンパスっていうのがありまして、うん、で月曜日にプレゼントコーナーがあって、でお魚のゲームがあるから、これにちなんでお魚プレゼントっていうのをやってて、ほうほうほう、5名に当たるやつです。それはさ、当選品生活始めてからの放送だったの？そう、10月半ばぐらいとか。あ、じゃあこれ完全に応用語だ。そうです、ね、まあ応用語っていうのはね、僕たちが作った言葉なんですけれども、当選品生活中にさらに追加をして検証応募するってことを応用語って言うんですけれども、ナックファイブのゴゴモンズではお米10キロ当たって、で今回千葉テレビのお魚セット届くということで、めちゃくちゃ豪華ですね、うん、では美味しくお魚いただきたいと思います。千葉テレビモーニングコンパスさん、本当にありがとうございました。じゃあねー、ピッチピチ。今から当然の魚さばいていきたいと思います。もらっちゃっていいの？いいよいいよ。早速、イサキの方を食べていきたいと思います、うん、じゃあ、クラ君から先どうぞ。あ、俺からいいです、うん、美味しいとこね、食べてみて。こう、いただきますね。めちゃくちゃうまそう。うまそう。うわ、サクサク聞こえます。うまい。うまい。え、どういう美味しさ？魚のこの元の味とこの塩加減がいい感じで。お、そうなんだ。うん、イサキをさ、ちゃんと意識して食べたことないからさ、ない、うん、俺も食べてみよう。美味しいです。うまそうですね。うわ、ホクホクの白身。うん、白身や。いただきます。うん、あのね、身がホクホクで、うん、白身魚だけど思ったよりジューシー。あー、うん、でも淡白ではなくちゃんと脂があるっていう。確かにそう、うん、うん、これ美味しいね、うん、やっぱりこの五島列島の海が育んだ、うん、これ美味しさでしょ。これなんかこう丸々ね、魚を焼くってことあんましてきてないじゃん、うちで。ないね、初めてやね。ちょっと無人島をね、思い浮かばさせるよね。確かに、こんな豪快にね、ね、やることないですから。うん、また。あ、うん、こっちさっぱりしてるね、なんか。そうね、うん、うんうん、うまい。うまい。続いて、カマスです、うん、あ、イサキうまっ。中の方めっちゃうまいよ。ということで、今度カマスができたんですけれども、はい、じゃ早速いただきましょう。あ、クラ君から食べてみて。うまそう。うわ、うわ、これ、いい感じで、うん、なるほど、うん、さっきのイサキはちょっと身が引き締まってる感じは。あ、
そうなんだ。うん、ちょっと弾力あって美味しい。あ、うまいね。あ、うまいんだ。後から来るタイプ。うん、うまい。じゃ僕もいただきます。うまいわ。うまそう。うわ、見てください皆さん、白身プリップリですね。いただきます。うん、うん、なるほど。あ、さっぱりしてるんだね、意外と。うんうん、あーでも、あ、これいっぱい食べれるパターンだ。うんうん、あ、めちゃくちゃうまい。イサキとカマス、これ2種類食べ比べってのもめちゃくちゃ贅沢だと思うよ。贅沢やね。ねえ、うん、まだね、他にも島味とね、カンパチがあるんでね、うん、まだ食べれるっていうね、幸せな時間を過ごしてます。そして黒田さん、はい、残り当選総額おいくらですか？6000円です。そう、この当選品で3万円のゴール迎えました。やった、おめでとう。長かった、おめでとう。これでゴールなのね。これでゴールです。ゴールね。正直、うん、リアルな数字っていうのはお魚なんで出ないんですよ。でも平均値で低く見積もって、本当にびっくりしたんですけど、計算したらちょうど6000円だったんですよ。ありがとう。ちょうど3万円達成ということで、ありがとうね、本当に。ということで黒田君、はい、裸一行の当選品生活検証リベンジャーズ48日目でゴールとなりました。やったね。いや、嬉しいね。嬉しいよ。終わりましたよ。うん、どうですか黒田君、率直な感想およびこの生活の感想は。何やかやでね、うん、そこまでね、辛くはなかったんですよ、意外と食べられたから。あのね、うん、多分ね、俺いい、うん、一番のきついとこって、うん、最初の本当に食えるか食えないかわからないとか、うん、マジで食えないのが 1,2 ヶ月続くんじゃないかっていう、うん、先の見えない恐怖が一番辛かったんじゃない。確かに、始まる直前とかが一番辛かったもんね、それ。あと始まって1週間とか、うん、で、実質結構早かったもんね、当選品が来るの。来るのはね、なんだかんだ細かく500円単位の当選品がポンポン来てたんだよね、うんうん、なんで結構始まってもう1週間目ぐらいにはパスタ食べれてるんだよね。食べれてましたね。そうで、そこからパスタがなくなるぐらいでまたパスタが買えて、はい、でそこからお米が来てみたいな、うん、でさらにお米の10キロが来てみたいな、そしたらなんか当選額高いものが当たってくるみたいな、カタログとか。そうです、そっから商品券当たり出してって感じで。そうなんですよね、うん、で最終的にはお刺身まで食べれるようになりましたよね。確かに。だから結構早々に食べれないって状況はね、脱出してきてたんだよね。そう、なんだかんだ言ってて、お応募ってどのぐらいしたんですか？まあ、ネットはがき含めて200ぐらいやってると思います。おー、だから事前にやってたのが300応募してて、うん、当選生活始まっての応募が200やってて、うん、意外とこの生活のために500通ぐらい応募してるっていう。してます、ね、もう本当に見たらやってるみたいなこと多かったんで、いや、すごいと思うけど、この当選生活で一番嬉しかった当選品ってありますか？それはどれも嬉しかったと思うんですけど。どれももちろん嬉しいですけど、うん、やっぱり一番最初のエヴァンゲリオンのクオカード。あ、そこ。やっぱあれないってなると、うん、1週間ぐらいのパスタも何も食えない状態がずっと続いてったって考えると、うん、あれがあったからこそちゃんと生き延びられたパスタでって思う。あれすごい大事だったよね。あれないって考えるとゾッとするよ、本当に。そうだよね、うん、エヴァンゲリオンの500円分のクオカード、値段は500円だけどコンビニでパスタ2キロ買えて、うん、そこで繋いだんだよね。そうそうそう。で、なんだかんださ、カンパ食ってないよね。食ってないね。これはリベンジ果たしたって言っていいんじゃないでしょうか。そうね。うん。ということで、畑結構当選品生活検証リベンジ果たせました。やったね。検証でね、生きながらえてこれたのも全て当選をね、選んでくださった企業様のおかげですからね、うん、ぜひね、動画見ていただけたらなぁなんて思いますね、改めて。ということで、終わりますか。はい。ついに当選品生活3検証リベンジャーズのシリーズ、ここで完結。当選品生活4、来年はどうしますか？もうやりたくないです。リベンジしたからもうやりたくないです。本当？ということで、来年も決定です。わかりませんけどね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。お腹いっぱい自由に食べます。コメント待ってるよ。
トータル300ですね、うん、東京にないスーパーをいろいろ巡りまして横浜に行きまして、ね、おもう余裕ありすぎる生活でね見てる人を逆にねつまんなくさせるくらいでねこっちが当てたいです、うん、目の前に当選品があるかもしれません。おてててつたとてつたいとてさいさい。クラ君。はい。どう考えてて風呂上がりやろ。消費券当たったらまず何買いたい。服。米だよ米。カリメロやないか。桜坂46さんのミート&グリートに参加するんですよ。あやっぱここで喋んなくて大丈夫です。こっちがミート&グリートしたい。まあでも実際さクラ君さこの当選生活食ってるじゃん。はい。いや食べてないよ食べてないよ言った食べてない食べてない変なタレントパンみたいなこんなの一切使ってます。いやあるかまずまず2枚3枚怖いくないよ。ちょっと僕ら結構ガチで食わないじゃんこういうのってこれ企画もので絶対順守するじゃん。今後ともねこういうのはちゃんとしていきたいよね俺らは。本当に生きるか死ぬかの生活が今日から始まるんで開始スタートから24時間まで何も食ってなかったでしょ。多分食べなかったね。10日は持つでしょ。10日間は生きれる。お腹が空いています。はい、もうここで届かないとねやめる覚悟かなり追い込まれると危ないぞこの生活。なんか初日当たってました。当たって当たってました。あ、はい届いた。こんなドンピシャで来るかね。すごくない初日で当選。今回頑張ってます。これだけじゃないよ当選。え？あんの？読めないんだよ。こっちのセリフだわ。なんなのこのドッキリ。本気具合が伝わるんじゃないですかね、西田さん。リベンジャーズとしても最先いいですよ。当選に届いてます。なんでここで言うの？いやびっくりしすぎてどうしたらいいか分かんないんだよ。クラさんクラさん。はいはい。当選に届きました。届いたもあったよ。日本語どうした？あとね今日ね2個目の当選がありますよ。あんのか。18時間遅刻っていうのはやっぱ人としては通常ありえんから。あとねクラ君当選品届いてます。あんのかい。ハチ可愛いよね本当に。当選これだけじゃないです。あんのかい。でお湯をやってるって感じ。そうです。ああなるほどね。めちゃくちゃやってるもんね。やってます。クラ君当選に届いてます。あんのかい。来てる。今日当選品届いてます。はい当選品届いてます。いいんだよ。そんな伝え方。当選品まだあります。え当選品まだあります。あるの。おめでとうございます。ありがとうございます。どう思いますか。嬉しいですよ。それは嬉しいです。すごいね。じゃあはかりをくるくん、はい、当選品当たりました。なんでこのタイミングなんだ。なんかそれだけじゃありません当選品。なんで見たい聞きたい歌いたい、うん、夜も引っ張るじゃないんだよ。当選品で引っ張るじゃないんだよ。オープン。ビーアーモンド効果クオカードチョコレート、はい、何にもない。ラインポイント500ポイント何ですかこれ。やっと来たよ商品券。おめでとう。やっと来たよカタログギフト。おお米。もうね、うん、多分今年はもういけますよ。商品券すごい。すげえ。折りたたみ式エコバッグ、ランチトートバッグ、フェイスタオル。おお、何ですかそれは。サミットの商品券。いただきます。秋田小町か。こんなに甘かったですか。なんとこちらのカタログギフト5000円分です。甘納豆いく。甘納豆。甘納豆。いやいいよ。それ生活に余裕があるって言っていいの。え、何食いたいとかって思ってるの。とにかく、急に商品券来たんで、何買えばいいか分かんないけど。ピスタチオとか。いや、いいよ。ピスタチオ。ピスタチオは美味しいけど、うん、今、大丈夫です。うぐいす豆とか。うぐいす豆。なんで豆ばっかりなの。群馬の豚山峰、肩切り落とし 700g。鶏肉2つ、食パン、ピーマン、コカ・コーラ、パスタを3つ買いました。卵、小豆か、伊藤ハムさんで当たったんで、伊藤ハムさん。サッタ。小松菜スパイス、そば、ポテトチップス、芋けんぴ、歌舞伎揚げ、チョコボール。それでも3000円。当たり前のように食べてるけど、作る人の手間。改めてね、こういう状況だから分かるよね。いや、全然想像つかない。ちょうどパスタがなくなるんだよね、明日ぐらい。なくなりそうになると。やっと米です。これは米です。これね、川崎までね遠征行ったんですよ買い物。あ、
それが聞いたんだ。そうです。なんだかんだゴールがちょっと見えてきたと。最初途方もないスタートだったからね。確かに3も無理なんじゃないかと。さっきね、もうちょっと諦めてリタイアしようかなって考えてたって言ってたけど、だから俺は嬉しいよ正直。まあ大変なのも分かるから。もう一個一個のね、当選という奇跡をね、一個一個が奇跡ですから。本当に。いや、グリーンここで流れるわ。3万円のゴール迎えました。やった。